引いてしまいますよ。一時期さ、もうずーっと見てたから、もう楽屋で、たぎってしまいますわを一生言ってたんですよ。たぎってしまいますわ。たぎってしまってどういう意味？湯が激しく湧き立つ。なんか、うわーってことか。興奮状態みたいなこと？気持ちが高ぶっちゃうみたいなことか。あーってことか。なるほどね。じゃあ、ライブだったら私毎回たぎってるってことじゃん。イラついたか。たぎってしまいますわーってことやん。イラついじゃあ私がたぎってると思って皆さんやってください。あまり大きい声で言わない方がいいよ、だって。待って、やめる。イラついの終わりでたぎってしまいますわ、まんちゃん。待って、もう、待って、ね、待って。ツレッツツレッツツレレツレッツツレッツツレレレ、たぎってしまいますわ。待って、それは、それは面白すぎるね。確かに言わない方がいいってめっちゃ言われる。みんな変態やな。みんな変態だな。そういう意味に聞こえるなんて変態だな。エオリとかがさ、あー、お前まだまだ足んねえじゃんつって、マイカとかも、ほらもっと出せんだろ、たぎってしまいますな。やってみよう、今度。したらもうファンの方はもう恥ずかしいと思っちゃうね。あ、そのつそのつダメだよってしたらみんな笑ってくださいね、本当に。でその後演出家の方に怒られるっていうね。